ところだった？お風呂に入ったのってついさっきだったりする？それとも結構早い時間に入ったり？今日はシャワーで済まそうかなーなんて思って。ご飯一緒に食べたかったな。これから寝るところだったんだよね。それじゃあ、私が電気を消すね。あの、今ってどれくらい眠たい？つまり、あとどれくらい頑張って起きてられるかなーって思って。シャワーなら急いで浴びて髪を乾かしてくるから、10分はかからないかな。それで、今日は君と添い寝がしたいなーって。なんでもない。きっと眠たいよね。ごめんね、私のわがままを聞いてくれようとして。でも、ほんのちょっぴりの時間でもいいから、一緒にいたいな。だって、今日は君と全然話せなかったんだもん。お昼休憩にご飯を食べたら、君に電話とか LINE をしたかったのに、その後すぐ部長に呼ばれて、外回りに行って、その後はプレゼン資料をまとめて。あさってのプレゼン発表、怖いよー。って、ごめん。話が逸れちゃったね。それで、今日一日ずっと、君に会いたかったから。さっき帰ってきたとき、まだ君が起きていて、やったー、一緒に寝れるって思って。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけでいいからさ、一緒に寝てもいい？5分くらいしたら布団から出て、シャワーとご飯を食べて寝るからさ、君の眠りを妨げないように気をつけるから。ダメ？ありがとう。でもお願いしておいて図々しいかもなんだけど、あまり匂いは嗅がないでほしいかも。すごく汗をかいたわけじゃないから大丈夫かもだけど、でも恥ずかしいし。それじゃあ布団に。先に電気だね。君の体温好き？ほんの少しの時間だけにするから、バブバブしてもいいかな？君に甘やかされてよしよしされるのすごく好きなの。バブバブって君によしよしされると、辛いことや嫌なことが頭から出ていってね。また明日も頑張ろうっ
って癒されるの。どう？やっぱり今は二人きりと言っても、目の前の OL の女性が赤ちゃんになるところを見るのは恥ずかしい？ダメかな？ありがとう。君には甘えっぱなしだね。今度は埋め合わせを。って、いつも考えているんだけど、なかなかできなくて、ごめんね。それじゃあ。あのさ、おしゃぶり使ってもいいかな？おしゃぶりをつけるとね、気のせいかもなんだけど、もっと赤ちゃんになれる気がするな。さすがに、おしゃぶりは引いちゃう？君的に大丈夫かな？それじゃあ、
起きればいいもんね。このままなでなでしてくれる？ありがとう。いっぱいバブバブできて、いっぱいなでなでしてくれて、あたちすっごく幸せ。正直。フフフフ。